よし、こっからかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、大体殴る。それはよくわからない。飛んできたら、ポケモン。あー、その技いっぱいやる感じ。それまずいな。危ねえ。いやー、もう強かったよ。何回やったの。ああ、首切りの騎士像に水分を置きたまえ。ここにもちゃんと書いてあったんだね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです、ダークソウル3ですね。続けてやってます。よろしくお願いします。結局ひるんだ後にどれだけこう引っ叩いた後に、なんかしのいだ後に引っ叩くか、うん、引っ叩くしかない。俺たちにはもう引っ叩く以外の道は残されていない。そして6万ソウル、すごくね。呼吸超八角なんだけど。で、多分あの踊り子のソウルも役立たないでしょ、俺にとっては。信仰が必要だったり、あとは、まあ、技量がね、必要だったりする武器に錬成するだけだと思うので、まあ、一応ね、見てみましょう。ただその前に、体力を、体力じゃねえ、スタミナを上げてくれ。スタミナ、頑張りゲージをね。あ、2個も上がる、すごーい。間違ってないね。よし。ありがとう。で、ああ、もう1700ソウルか。じゃあ、あんまりもう役立ちそうにないですね。ああ、その、踊り子のソウルね。あは、だ、そう。ちょっと見してみ。これ、踊り子の相馬剣。かっこいい。でも技量が足りない。全然足りない。踊り子の舞。踊るように回転しながら解放する。あ、連続斬りで できるんだ。乱舞系ですね。他にはアルスターの館。館じゃない、これ槍じゃね。大樹の腹。ああ、そんなのもあったんだっけ。ちゃんと見てなかったね。でもどうせ俺使えない。ああ、技量ですか。ダメですね。OK。ありがとう。とりあえずスタミナ上げたから、それでいいでしょう。そしたら、何が必要？ウッドシールドはいらないね。もう力もないし、まあ、このままもうズンズン進んでいくだけですね。ただ前に進むだけだ。冷たい谷の踊り子の場所から。あの棒をやれば、はしごがね、降りるんじゃないかな。ロスリックを助けるのか？やっぱ、まあ、助けるってことはやっぱり、力いっぱいぶん殴る。必要があるのかな。そう、彼も助かろうとしてるからね。はい、どうぞ。
大層な仕掛けだね、まったく。さあ、行きましょう。スタミナも上がっていい感じだ。これでまた思いっきりぶん殴れるからな。嬉しいよ、俺は。どの辺りから探索しましょうか？当然開かないと。ショートカットスペースがいっぱいいっぱいあるんだろうな。誰かいるね。力尽きた戦士のソウル。そして俺は、うん、あ、またこの人たちだ。致命の一撃を入れる。俺はその技を知っている。でけえ。でもこれグレートミスとかですか？お、大かけら。また大かけらか。君は楽でもないものしか持ってないね。本当に欲しいものは手に入らない。まあそんな簡単にはね、手に入るもんじゃないのかもしれない。でも簡単に手に入れたいですよね。欲しいものだったら別に。が、ん？うん。別に頑張っても頑張らなくても手に入るなら手に入った方がいいですからね。誰かいる？誰かいる？人一人が。人一人ではなかった。二人いた。怖い。蹴り。よいしょ。うっ、勝てない。こんだけまたさ、踊り子だなんだってぶっ飛ばした挙句にこれか。いつまで経っても俺は強くないんだな。よし、でも準備は整った。もう一度やつに挑んでみよう。あんま近づきすぎると別のやつに怒られそうなんでね。一撃か。話にならねえ。まあいけないところをねやってもしょうがないので、おとなしく別のやつに戦いを挑みましょう。よし。装備は整うけど、また大かけら。いらないね。これは、エレベーターは乗っても大丈夫なやつだね。乗りましょう。うん。なんかこの角とかね、この容姿も様になってきたな。また途中でエレベーター多分降りられたね。なんかいるわ、もう目の前に。あ、ちょっと毒になってんだけど。妖王の庭？なんだこいつらは。なんだここは。で、奥に待ち構えている騎士はなんだ。これを見て何とも思わないのか。もうやだここ。やだ、行きたくない。いやさ、もう、流体積になる前に頭抱えるよね。ああ、また俺は死ぬのか、って頭抱えるほうがないと思うんですけれどもね。ちょっとここ無視だぜ。無視無視。じゃあの。でもさ、これ流体積があるからさ、若干、ほれ。ここなんかあるのか？こいつのおかげでさ、その毒なりなんなりのさ、あ、これが妖の岩。ここからも行けるってことだね。いいってことですよね。エストのかけら。耐性がついてるから若干のね、ほんの一瞬毒を免れられる。けれども、免れられてもなーっていう。お、塊！ついに来たか。これが欲しかったんだ。向こうにも行けそう？無理して行くことはないか。あいつら毒は大丈夫なんだ。ずるいね。スッと行って、スッと逃げましょう。あいつ一人しかいないのか。
ああいうところにあるんだよね。一応持っておこうぜ。犠牲の指輪か。あ、すごいすごいすごい。ギチギチ、俺の体力が減らされていく。そっちじゃないよ。そっちじゃない。勝てない。不意をつかなきゃ勝てない。俺、あれ、竜になってないんだけど。バグっちゃった。 でもああ治った。 不思議。よっ、はい、弾いた。ここからのはほらまだ大かけらか。すっげえ、これ2700ソウルもいただけるんですか。レバーないなと思ったら、こんなところに全部あるんですね。まあ、どこから降りるかは自由でいいんだろうし、レバーがここにしかないんだったら、じゃあやっぱりちゃんと下まで降りてからアクセスした方がいいでしょう。どうせあいつら見回ってるだけでしょ。もしくは下から降りないと、ああ動かないとかそういうのあるのかもね。ああ、だからこれ上りで帰ればいいんだよね、きっと。大丈夫大丈夫。あいで、全然大丈夫じゃない。元気だね、本当に。下にいる敵もね、これできればね、また大かけらいらないね。これできるといいんですけどね。そう、だからまずここまで降りてくる。で、さらに押す。で、上から行こうとすると、あのドロドロの巡回が始まる。この両方の庭エリアに入らないとダメなんだろうね。で、そうするとドロドロが巡回を始めるから、あとはもうおとなしく奴が向こうに行くのを待つ。まあ、蛇の方には完全に俺視界には目合っちゃってるんですけどね。目と目が合っちゃってるんですけど。好きだと気づかれなくてよかった。ね。あいつはもうあれでほったらかせばいい。ダメージ落ちてる。2800、こいつは破格だぜ。で、問題のこいつですね。こいつさ、毒になってさ、死ねばいいのよ。あ、俺起こした。ごめんなさい。でもここにいれば安全でしょ。まずはまさか登ってこないでしょ。何やってないって。お祈りしたら、あれ？あ、ひるまない。あ、またなんか祈ってる。やめろ。やめるんだ。ほらー。あ、しゅ、また致命の一撃が入らないんだ。ダメですね。で、あの巡回生に見つかると、まあ俺の命はないも同然なので、毒にもなっちゃうしね。だからまあ安全なところから行きたいんですけれども、果たして俺に安全な場所なんてあるのか。常に危険と、そのこいつら巡回してるばっかでさ、なんか、あ、ヌメヌメもいるじゃん。あ、歩いてるから大丈夫か。こっちにはいる？もういないね。基本的に時計回りで動いてるだけなのかな。だとするんだったら時計回りで動いてるわけじゃないのか、あいつら。自由な意志で動いてんのかな。だとするんだったら、まあ、どっちか適当な方から行くしかないかもしんないですね。
多分そこまでね、足遅そうだから追っかけてこれないと思うんだよね。ここをすり抜けていっちゃえば、多分大丈夫でしょう。弓とか撃たれなきゃ。お、塊、やったやった。やったんだ。下から降りても危ないけど、ここから行きましょうか。下から降りるって欲しいですね。で、ここは俺安全？超スーパー安全。下にもアイテムいっぱいあるけど、ダメそうだな。先を急ごう。もう25分だ。待って。まあ、どうせカットしてるから20、ん？どこ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 ？あの野郎。戦うのか？俺と。戦わんのか？来ないのか？来ないんだな。よし、来なよ。危ねえから。おい、ちょっと待ってよ。1、2、3人くらいいるの？あれ？あいつ、どっからか降りてくるのかな？やめてほしいな。多分来ないでしょ？来ないよな。OK？ そしたら、ちょっと待ってな。こっちに、まだボルト、あ、投げナイフの方がいいか。持ってると危ないんですよね。ボルトとか持ち帰るのが大変で。ほい、ほい。で、持ち帰って、よいしょ、行くよ。で、あいつだけ、ほい、ビスってやればいいんだよ。でね、出し惜しみせず、よしってやれば、いいだろう。急に走ってくるからな。あ、ちょっと、落っこちないでよ。走ってこれるのか、あいつ。あ、でもまた歩くんだ。おい、それ永久にやられたら、俺が話にならねえぜ。で、また一撃か。そういや、結局こっちはじゃあ庭じゃなくて何になるんですかね。多分こちらも庭に続きそうな感じですけどね。普通に行こうと思えばこっち行けちゃうんですよね。多分走っていけば。ああ、巡回勢、まあ、避けられるんですけど、いくらでもね。かがり火さえあれば何でもできるからな。やっべ、これかがり火って まあ、いけるはいけるか。こちら側に無理くりやってから戦うのも悪くないよね。戦わない気がするけど。これ俺あれなんだ、武器ですか？拾えない？祭事用か。燃やした瞬間からもう俺ここで生きてていいんだ。それ嬉しいな。儀式系の人はやっつけられるんだね、俺で。3発か。また大かけらだよ。やべえよ、このゲーム。マジ大かけらとか本当いらねえからな。ね、祭事系の人は、ね、こちらからどうにでもなるみたいだけど。まあちょっと先進んでみるか。槍持ちが消えたんだけど。そういう設定だったのかな。ここに行かせないぞっていうためのやつだったのか。こちら側から進める？ここ降りると何になるんだ？元の場所に戻る？ここは知ったところか？分からん。分からんから戻る。同じ場所ですね。そして目が合っちゃった。2、もう一回、3、もう一回。あ、体力が足りない。スタミナ上げなきゃ。
で、まあ、とりあえずね、ここに戻ってくるのは いいんですけれども。そっか、まあ、赤目系ね、そのソウルシリーズだ、デモンズソウルからやったけど、赤目系はね、若干強いんですよね。じゃあ次、こっちね。なんかのレバーだな。仕掛けが動かない。ってことは、降りねばならねえやつか。あー、エンチェント。味方も強くなるやつか。でもお前は一撃なんだよな。心が折れた騎士のソウル。俺も折られそうだ。あっちこっちが。やめてくれよな、その栄翔。強いから。さあ走って逃げるぜ。こんなやつと付き合ってらんねえんだよな、どう考えたって。座れる？はい、さようなら。結構近いんだね。先進もうぜ。もう時間ねえけど、多分。ん？クロックタワーかな？中には入れるけど、特に何も起きないな。また君か。おお、大丈夫なやつ？珍しい。祈祷のフード。祈祷シリーズ。なんか、たまにロード画面でありましたね。ロスリック系の、あ、しまった。ロスリック王子のものっていう。病気系王子。薪の王ってさ、その生まれながらに王なんだ。ね。昔はさ、ね、昔の俺たちはさ、頑張ってさ、王になったけど、もう王になるべくして生まれる人たちもいるってことだよね。でも呪いみたいな病気みたいなのを持ってさ、生まれるのもかわいそうっていうか辛いだろうな。どんだけ強く生まれ、なにー、誰ーちょっとーもう、あ、なんかこう、あ、ちょっと待ってください、神々しいんだけど、太ってんじゃねえよ。はい、編集したらね、あと7分できるんで、7分やりましょう。舐めてますね。7分でいて何ができるんだっていう。探索ですね。まあ、7分あれば、まあ、ある程度の探索のようなものはできるでしょう。そこ入るとね、なんか変なやつに、ぐずぐずにされるんで、ね、こんな感じでね。まあ、はしごを登ればなんとかなりそうですけど。あ、それまたね。ここだったら今、登れるか。なんかこれダメージ負ってね。何のダメージ？矢に撃たれたのか。ちょっと追ってくるのかな？わぁ！追ってこれずに永遠と出待ちしてるやつじゃん。汚ねえだろう。おいずるいよ、そのモンゴリアンジョップでさ、だって俺一撃なんだもん。無意味だよね、やるだけ。厳しいよね。これでなおやっぱ逃げるだろ、こんなんだって。逃げるっていうかね、戦わねえだろうっていう。よし、竜太石。竜頭石っていうのがね、あるんで、それを拾いたいですね。基本的にまあ死ぬまで使える、まあ、永遠とね、使えるものみたいなので。いいですね。頭痛いのかな？酔っ払いかな？よいしょ。後ろにいますね、誰か。あ、これやってる間って俺、体力回復しないんだ。この間無敵。あー、ダークリング。ダークリング感。危ね。
おお、勢ぞろいじゃないですか。あいつ、後ろいやー、全門のバトラックス、後ろ側のハルバード、肛門のハルバードはきついな。肛門にハルバードか。大丈夫。7分のこの尺にはまあ耐えられるだろう。少しでも先の画面が見られれば俺の糧にもなるだろう。と言うけれども、まだ 2パターンあるんだよね。今、お城のさ、上に登っていますけど、お城の下にもね、ルートがあるってことですかね、現状。とりあえず、ね、どこで襲いかかってくるか。なんだ、あれは。俺、戦わなきゃいけないやつじゃん、あれ。絶対。いやー、やべえな、あれ。竜だな、あれは。あ、塊。え、こんな雑魚敵が今落とすんだ。すっげえ。あ、塊。マラソンしなきゃ。俺たち OK と塊。すっげえ。急に至れり尽くせりマラソンか。最初にやれよって、もっと早くに、もっと早くにさ、できたろって思うんだけど。どこだよ、いたの。お前か。お前じゃない、お前か。やべ、足りねえ、足りない。そうだ、踊り子のソウルもらったから、あれだ、あのもう塊もいっぱい持ってるし、ちょっと強化しようぜ。もう自分自身が強化ね、筋力ができないから、もうあとは武器を強化する他ないもんね。帰ろう帰ろう。あの、ソウルないし、木箱の中にさ、いっぱいあの、道具は、ぶち込んであるんで、ロスリック城、新たな場所ですね。なんだっけ、あと、妖王の庭だっけ？あっちは、なんか、ドロドロのやつが出てきて、上行くと、さっきのあの、骨張った、骨なのかもすらわからない竜が出てくんのかな。かっこいい、かっこいいかな。不気味だよな。ダークソウルとかソウルシリーズで出てくると相当不気味ですよね。力尽きた戦士のソウル、これこの辺でいいか。うん、ちょうどいいね。さあ、グレートクラブすぐしてくれ。何個必要？2個。 OK。 さらにいける？2800ソウル。ソウルが足りないのか。ちょっと待ってな。あー、物を何か売るか。ババア、大丈夫か。知らないでくれよ。よし。死んだと分かっていても、あそこをね、見てしまうんだよな。実は生きてたりして、戻ってくるんじゃないかなんて淡い期待を抱いてしまう。何の意味もないんですけどね、そんなことに。400、500、540、540、まあ、多少強くなったくらいか。でも塊が割と簡単にね、こうボコ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 出てくるんで、特別このこちらが意思を持ってマラソンをする必要はもうなくなる、しばらくはね、なくなるかもしれないですね。あとは今2段階上げましたからね、塊を持ってして2段階上げたこのグレートクラブ、いくつ？プラス7くらい ?8 くらいあるかな。これで敵がどれくらいね、あの削れるかって、そこがね、大きな問題なんですよね。そこで全然、だって1、2、3でしょ？ 3 回なんだろうな。結局、プラス 8？ このプラス8力、ちょっとこいつで試そう。プラス 8！ おすっげえ、メタメタ強くなってる。これだよ。弱いやつ殴ってもしょうがないんで、ハルバード2期と、ね、バトルアックス2期をぶん殴って今日は満足しましょう。あのモンゴリアンチョップ太ってんじゃねえに多分あの挑んでも多分ボコボコにされるだけなんで、多分この程度じゃねえ、削れないでしょ。5、6回、多分6回くらい殴らないとあの時点でやれなかったでしょ。ってことは今はせいぜい5回、ね、いいとこ4回、
なので、危ねえ。ああ、ごめんよごめんよ、そんなつもりはなかったんだが、まあいいだろう。よいしょ。あ、でもさ、ここでさ、暴れ回るだけ暴れ回るとさ、ウッドシールドももらえるし、ね、こいつらがさ、塊落とすのって結構うますぎね。そんなにうまくはいかないか。発見力がね、上がるものとかも確かいくつかあったんで、それをね、使ってみてもいいのか。大きな装具、これもあるしね。一撃だろ。でも大事なのはお前だよ。おー、一撃。あ、二撃。いや、もう超強化。ここのロズリック城のね、亡者どもは本当に超強化されてますね。はい、どうもありがとうございます。